それで私がもう一つ思ったのはね、それを受けてる日本人が、なぜそんなもう昔の3年も前みたいな、で実際切り取りで昔の動画だったりするらしく、なんでその時に日本人はそういうところで炎上しなかったのかなっていうことなんですよね。なんか不思議じゃないですか。アメリカに指摘されて初めて炎上するってなんか、一言ジョーン 学校の先生みたいな人に何ですか成田くんそういうことを言っちゃいけませんよみたいなことを注意されたらみんなが「そうだそうだいや成田くんはもっと前から、ね、昔からこういうこと言っててひどいです」みたいなもう過去の出来事をもう今改めて「ごめんなさい」って言ってんのにもかかわらず昔の出来事をほじくり返して「 言ってるっていうのはどうなのっていう話じゃないですか。アメリカに指摘されるまでは日本人は反応してなかったってことになる。ある意味それを受け入れてたってわけじゃないですか。だからそこですよね。なんか政治でも何でもなんかアメリカの犬みたいに言われてこうアメリカを悪く言ってる人たちいっぱいいるけど、アメリカがいないと何もできない国っていうふうに本当にしちゃってるのは日本人そのものなんじゃないですかっていうところだと思いました。 リリー、ちょっと来て。お帰り。ただいま。ちょっと来てよ。<laughs> うん、じゃあ、マミーの YouTube を見てくれてる人に、ちょっとご挨拶してください。こんにちは。私の名前はリリーです。えっと、英語でもいいよ。Hello, my name is Lily.Why <laughs> are you here? えっと、ここに住んでるから。Spring Break です。はい。 それでえっと、うちに帰った。どうですかこの肉体美こうやって見せてあげて。女性ボディービルダー目指してます。これなに、このこれあ、モールに行ったから、えっと、今日何日何モールってモール We went to South Point. I know, a but o you... We have to be 18, so the people that are 18 get this put on them. Where did you go? South Point. doesn't require s h i s shooting yes like a long time ago like okay shooting what do you mean i do no, no, what does pg <laughs> i'm mean, basic parental guidance required <laughs> i have to google because i'm not aware so if you go to the south point mall you have to you just have to be over 18 to go, to go to the on mall on weekends on the weekend the mall yeah more? i don't get it just search it i love you <laughs> 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 何え今、動う撮ってんのはい、ごめんなさい。娘が言うには、近所のモールに行くには、なんかこの、パレント、何それガイド、パレンそうです。で、えっ、ー、と、そういうことです。あ、それとね、もう一つあるんですよ。で、あと、その、 これもね、もうなんかさ、その成田さんね、37歳じゃないですか。で、その成田さんの家庭環境っていうのがどういうのかっていうのも知らないんですね。一応グーグったんですけど、なんか、あの、割とちょっと親近感を持ってしまうというか、お母様に対して似たような、 感じで夫に失踪みたいなのがあるのでその辺はね私の子供たちにとっては成田さんっていうのはちょっと希望の光みたいに思えてきたんですねっていうのはまあ私の前の夫なんですけど子供たちの父親っていうのはまあ失踪突然あ,のある日いなくなってで私は3人の子供を残されて 3人の子供と一緒に何が何だか分からずそれからというものの母一人子3人っていう感じでとても苦しい人生を毎日を行くことになったんですけど成田さんのお母様はなんかその安楽死について語っていた時もその自分のお母さんが自分が えー、10代の時になんかあのご病気になってその苦しんでる姿を見てるので安楽死っていうのも昔から若い時から考えてたっていうことを言っていたみたいなんですけど私の場合は健康なんでその辺はちょっとね状況的には違うんですけれども成田さんのようにお父さんが突然蒸発しちゃうような家庭でシングルマザーみたいな人に育った人でも一生懸命頑張っていれば立派に大人になっていくんだなっていう いうことをね、もちろん成田さん自身は睡眠障害だとか引きこもりとかねそういうことがあった上でっていうことはおっしゃっていたみたいなんですけれどもそれでも一生懸命頑張れるんだなっていうね 社会的にはですよ、私の子供たちにとってもいいロールモデルになってもらえるんじゃないかなっていうこともね、あって、ちょっと一生懸命応援したいなっていうこともあるんですけど、そういう成田さんが、その集団自決っていうことをまあ語るときにね、どこまで本当に分かって言ってんのかなっていうのは、やっぱり、 疑問じゃないですか。50代の私でも、そんな、その戦争に関しては知らないし、全く戦争を知らない世代ですし、私は、 たまたま前の夫がアメリカ人で、夫のお父さんはマリーンにいたっていうね、そういうこともあって、もう本当に冗談のレベルなんですけど、まあうちの母がアメリカに来た時にアメリカ人の親戚たちと一緒に戦争の話をしたりとか、そういうことを。 したことがあります。いやなんか B29 にね、追いかけられまされたときは、こう川沿いをこう一生懸命走って防空壕に入るまでもうすごい辛い思いしたんだよとかね、ワシントン DC のスミソニアンの博物館にはゼロ戦があったわけですよ。それはまたその前の結婚してた時の、その私3回結婚してるんで、最初の旦那様と その当時の旦那様のご両親がまあアメリカに在住だったっていうのもあってみんなでワシントン DC に行って博物館に行ったんですけれどももうその時はうちの父も生前だったので一緒に行った時もお父さんも感動してっていうかもう感動っていうかかなり無料になっても泣きそうになりながらちょっと一言いとこ,このゼロ戦の前で写真を撮ってくれみたいに言って。 写真を撮ったんですね。で、その時には私はまだ20代で、その時新婚旅行で行ったみたいな時だったんで、そんな戦争のね、体験話なんて全然聞く耳もなかったんですよ。だから私は私の両親から戦争の体験話を聞くっていうことすらあんまりできてないです。集団自決という言葉自体も私自身が分かってないし、神風とか、 例えば私の次男ですねもちろん日本語はできるんですけどだけどそれでスポーツが好きなんでで日本に行った時にどこだっけな鎌倉かなんかに行った時に「神風」って書いたその鉢巻キみたいなのがあってそれを彼はねかっこいいからって買って帰ったんですね。 で、それで、バスケットとかフットボールとかをやっていたので、高校の時に、その試合の時に神風のやつを巻いてですね、ゲームに出ていたりとかしてたんですよ。で、髪風ってどういう意味か知ってるのって聞いたんですけど、説明はしたし、彼ももちろん知ってはいて、で、その集団自決っていうのが、ちょっともう、うん、すごいじゃないですか、それって。 でそういう意味でなんかこうカルト的なそのかっこよさっていうか気持ち悪いんですよ気持ち悪いからそういうのはいけないんだけれどもやっぱりその三島由紀夫がかっこいいって言ってるのと同じぐらいなレベルのかっこよさですよねでそういう意味で彼はこういうのを「神風」っていう言葉を知ってるとだからその37歳の成田さん自身が どういう、本当にどういう理解で自決っていう言葉を放っていたのか、戦争世代の天皇陛下万歳って言ってる人たちの気持ちは分かってないんじゃないかなと思いました。分かってなくて当然なんですよね。で、私も知らないし、わかんないし、本当に。 ある意味、私はね、天皇制っていうのをそういうことで言うと、もちろん歴史があるものだし、尊いものだと思うし、日本人としては天皇に守られてきたっていうのもあると思うんで、なんとも言えないんですけど、制度としてはちょっとどうかなっていうのが正直ありますね。まさこさまが、 適応障害になってしまういろいろな理由をちょっとでも自分でもね、どうしてかなって考えるときに天皇陛下って本当に素晴らしいですねって、なんか人徳があって本当に尊い、もう本当人間としても素晴らしいですねなんて言ってるぐらいの軽いところじゃないと思うんですよ。本当に悲しい。 っていうかお気の毒だと思うぐらい考えてもみたら今の天皇とかねそりゃ前の天皇もね昭和天皇だって素晴らしい尊敬に値するってみんな言うじゃないですかで実際そうだと思うんですけどでも昭和天皇って日本人何人もの人が彼のためにもう何千人何万人その数はちょっと調べてないですけれども自分のために死んでった日本国民がいるわけですよね。 で、もちろん、そういう責任を取って、天皇は神から人間になったわけだし、もう政治には一切関わらないっていうふうに、それが天皇の責任の取り方だったのかもしれないんですけど、その天皇陛下、昭和天皇の子供、平成の天皇陛下は、やっぱりそういう自分のお父さんのしてきた責任を取って、 国民に寄り添って生きてきたわけじゃないですか。だから今の天皇陛下だって自分のおじいちゃんがしてきたカルマを背負って生きてきてるわけでしょだからそういうことを考えるともう本当になんていうのか国民に寄り添って素晴らしいなんて言ってるのってなんか寄り添わなきゃいけない運命があるわけで、運命っていうか宿命ですよね。 天皇家の悲しい佐賀がそこにあるわけで、それを思うと、戦争を知らない世代として言わせてもらうと、本当にかわいそうだなっていうか、もう本当にもうそんなのはいいから、もうご自身のために幸せになってくださいって、も日本人の国民のその幸せとかはいいから、もう本当に自分の家族とか、雅子さまとか愛子さまとかを、 守ってやってくださいっていうふうに本当になんか思っちゃう部分もあるんですよね。だって多分ですけど自分のおじいちゃんがおじいちゃんのために 死んでった日本人がたくさんいるって思うとどうですかもしそれが自分だったらどういうふうに思います私だったらそんな宿命背負って生きていけないと思いますよ。ただでもだって人間は前世とか私はそこまでスピリチュアルじゃないからわからないですけど自分が過去にしてきたことのそういう積み重ねで今があるっていうふうに思うとなんかこうそれだけでも大変じゃないですか。 そういう見えない、そのカルマとか前世に自分が。 してきたことのためになんでこんなここと今もうこんな辛いことやってんのかなってもう目に見えないことでもそれまで思うんだからもう歴史上で日本全国と言わず世界全世界が知ってる日本の天皇のためになんか神風特攻隊がここまでこうして沖縄の人たちが自決してなんかこう命を絶ってでそういうのがみんなに語り継がれてそれを自分のおじいちゃんがしてって いたわけですよそれを自分のそういうのをさ社会的立場で自分が背負って今の天皇は生きてるわけですよ。なんかお気の毒としか思えないですねそういうことを考えると。天皇万歳ってなんかもうやめようって思ってしまいます。 まあね、でもそういうことを言ったら本当にまたちょっとバッシングされちゃうかもしれないので、うん、本当ちょっとわかりませんっていうことで留めておきますけど、安楽死に関してもニューヨークタイムズの中にも出てますけど、あえて成田さんの名誉のためにもう一度言っておきますけど、自分は安楽死にしても進めてるわけじゃないと。ただ自分の経験上、 そういう親を持った経験からすると、これは日本人の課題としても、もっとみんなに考えてもらいたい議題であるっていうことを言っているんですっていうふうに言ってるんですね。だから、やっぱりみんなで考えようじゃないですかっていうことを私も言いたいと思いましたっていうことです。では、とりあえず一旦切りたいと思います。今日もご視聴どうもありがとうございました。皆様。 これからもどんどんこういうね微妙なセンシティブなネタで動画を発信していきたいと思っていますので見逃さないようにも見逃さないためにもですねチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。